どうも皆さんこんこにちはチャックバスです本日は、えー、2019年の10月11月のね年差、えー、チャージの値下げが発表されましたので今回それについてね話していきたいと思います。で年差、えー、チャージなんですけども年差、えー、チャージは、えー、基本的にね 2ヶ月に1回ぐらいの、ね、スパンで改定がありまして、まあ、その時の石油の値段とかね為替によって値段は変動するんですけども、まあ、それに応じてね飛行機代に基本的に含まれる燃油サーーチャジ代っていうの、ね、左右してきますで今現時点2019年今8月にこの動画を撮っているんですけども2019年8月現在は1万4,000円。 片道で徴収されておりますまあ一応こちらは、えー、国際線のみという、えー、表示になっているんですけどもひとまず1万4,000円片道かかります。ってことなので特典、えー、航空券で例えとったとしてもこの片道1万4,000円は確実に徴収されるというものになっております。で今この言った1万4,000円っていうのが、えー、2019年10月 10, 10月 から11月の間は1万500円に値下げということなので片道でまあ3,500円まあ往復で7,000円の割引になるということになっております。まあ、これはですね一、えー、人で行かれる方はまあそこまでね大ダメージで7,000円なんでまあ十分大きいと思うんですけども、まあ、すごいね 1>, 1万を超えるような大ダメージはないかもしれないですけどもこちら家族とかね大人数で行く場合は、えー、1人1万4千円今かかっておりますよね。まあ、それがまあ4人分ってなななるとまあ結構な金額になりますよねですので、まあ、それがね、えー、3,500円値下げになるということなんで、まあ、少しでもね安い方はありがたいですよね。 でですので、まあ、もしねこれから、えー、発見されようという方はね10月になってから発見されることをお勧めします。もちろんねまあ旅行の予定とかまあもうどうしても抑えたいとかそういう気持ちがある場合はまた別なんですけどもねでこの燃油サーチャージの価格の、えー、適用時期なんですけども、まあ、今2019年8月ですよねですけども、えー、2019年8月現在が1万4000円。で これで8月の上今の時期で10月の発見分を取る1万4000かかりますよね。で来年度1月の発見を取るま11、あ、万4000かかります。ですのでこの1万4000が1万500円に値下げされるんですけどもこれはあくまで 搭乗日ではなく予約日にかかってくるものなのでもし来年以降とかね10月以降の予定がある方は10月以降になってから、えー、チケットをね取るようにしてください。だから今10月11月とか1月とかの分取っても一緒なんですよ1万4,000のままなんであの登場日でで日日はなく発すする日ですので。 あのそこだだけ注意してくださいねもし、えー、移動できるようであれば10月以降に、えー、予約することをお勧めしております。で、えーまあ、こちらですね、えー、これから SFCJAL、えーまあの場合は JGC 修行されようされるのね検討されている方で、まあ、特にね国際線の方もうこれはもう直撃に来ますので、えー、できればねあのー まあ、10月から年内にっていう人はあんま多くないと思うんですけどももしね来年以降ね検討される、えー、予定の方はですね10月以降ね発見されることをお勧めしておりますで私はですねもう一回今ねもう、えー、クアラルンプール発見の東京乗り継ぎのニューヨークの往復でクアラルンプール終わりなんですけどもそちらも一回ね えー、半分、えー、終わってましてあともう一回ね組まなきゃいけないんですよね12月までの間にですのでもう私発見しようかなって思ってたんですけども、えー、今回ねこの値下げが発表されましたので、えー、ちょっとね10月以降にチケットを取ろうかなというふうに思っておりますまあ少しでもね安い方がありがたいですもんねで、えー、国内線で主要をね検討されている方で、えー 来年の1月2月もう、えー、チケットを抑えようっていう方はもう8月25日に、ね、チケットはあ開始されますよね。えー、私のチャンネルでもこの前動画出したんですけども、えー、ですので国内線の方はねもうしょうがないかな SSC 等でね狙ってる方はもうどうしようもないかなと思うんですけども、えー、予定がずらせそうな人はね10月以降にねされること、えー、予約をねされることをお勧めします。で国内線の場合は一応ね燃油サーチャージっていう項目はないんですけども、えー、基本的に燃油サーチャージが安い時期っていうのは、えー、航空券の、ね、値段も下がる傾向にありますのでまあ、ちょっとこちらは一概には言えないかもしれないんですけどもえー 根的見解だとねええー、ネイルサーチャージが、えー、値段が下がれば、えー、国内線の航空券も安くなるように見えておりますですので、まあ、基本的にはねええー、国内修行を1月2月とかねスポットで狙ってない方はね10月以降に、えー 発見されるともしかしたら少し値段がね下がるかもしれませんね。国際線を狙っている方はもう 100%10 月以降にしましょう。えー、今ね予約しても、えー、11月以降に予約してもまあ残り座席が一席しかないみたいなそういうどうしようもない事態がねある場合はちょっと別なんですけどもそうでない場合はねひとまず10月以降にね予定をずらしてみてはいかがでしょうか。それだけで、えー、片道3500円。 えー、往復で7000の節約になりますからね、えー、そういう意味では、えー、とてもね値段は下がりますんでね頭入れてみてはいかがでしょうか、まあ、今回はねちょっと短い動画になってしまったんですけども、えー、2019年のね、えー、9月10月の年差サジャージの値下げが発表されましたので動画にさせていただきました。でちちょょっっととね、えー、この動画ちょっと こういうい動画をね2ヶ月に1回、ね、出していきたいなと思ってるんですけども、まあ、ちょっとね短く短い動画になってはしまうかもしれないんですけども、まあ、こちら本当に知ってるか知らないかで航空機の値段変わってきますので、まあ、ちょっとね今後、まあ、今回はね8分,10分8分9分ぐらいの動画になると思うんですけどもちょっと次回からねもっと短くなっちゃうかもしれないんですけどもあの知ってるか知らないかでね損するのは本当にもったいないんでね 今後、こういうネイサーチャージの、ね、値下げ、値上がり、発表された時は動画にしていきたいと思っております。えー、今回の動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、Twitter、ブログもやっておりますので、もしよかったらチェックしていただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 thank yeah.